編み物はお得意だったんですか？いやちょっとは結婚してすぐぐらい何も知ることなかったんで、習ってたんですけれども、はい、習いに行ったんですね。習いに行ったのかぎ針はね、その代わり棒針ができないんですけれども、あ、はい、ここで時間があるもんですから、ちょっとやってみようかなと思って、ちょっと自分でその乗ってるのと違ってオリジナルで、あ、こうした方がいいかなと思って、ちょっと工夫して、まあ低価格で出してます。じゃあ本当に手作りですね、あのデザインから。そうなんです。へえ、すごい。何もせずにぼーっとしてるよりはね、いいかなと思って糸を購入してやってます。じゃあ例えば赤ちゃんにちょうどお帽子欲しいんですけど、この子なんですけど白でお願いできますかとかっていうような注文とかはあるんですか？たまにありますけど、あんまり受けないようにしてます。あ、そうですか。大人の方のだったらね、サイズがある程度わかるんですけど、子供さんの場合は頭の大きさがいろいろなので、なかなか難しくて。あ、そうなんですね、はい、でも出来上がったのをお店で買っていただくっていう形にしてます。あ、そうなんですね、はい、はい、大人の方の場合は、この同じ形で良ければいいので、注文を受けてます。あ、わかりました。どうもありがとうございました。